ショート管理空手道二世会の中島です。今回は主審のウォーニングのジェスチャーについて行いたいと思います。主審のウォーニングのジェスチャーを統一していると聞きました。行っていきたいと思います。まず赤か青、違反行為をした選手の方のコールをします。その後、何をしたかです。当てた、押した、掴んだ、場外。その後に、注意、反則、注意、反則。そのレベルに合わせて、ウォーニングまたはペナルティが与えられます。例えば、赤が当てた場合、赤、注意となります。しっかり何を違反をしたか、ジェスチャーを行ってください。その後、気をつけの状態になります。そこから、ウォーニングまたは、ペナルティを与えます。赤、注意ではありませんので、気をつけてください。この注意の高さですが、少し高めに行うようにと自分は言われております。低いと後ろから見えないので、少し肩から上の状態で後ろから見えるような高さで行うようにと言われております。反則注意の高さです。選手のお腹を刺すことになっております。大人だと少し高いかもしれません。子供だと背が低いので低くなります。その選手に合わせて高さを変えてください。反則です。選手の顔面部を刺すことになっております。これも反則注意同様、選手の高さに合わせることとなっておりますので、その選手が大きければ高くなります。低ければ低くなりますので、合わせてください。ジェスチャーは慌てて行う必要ありません。やめから続けて始めまでは主審の時間です。しっかりはっきり行ってください。